どうも、リッキーでーす。はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、6月21日に公開されたザ・ファブルという映画の今日はご紹介をさせていただきたいと思います。あの、なんと岡田准一さんが演じられているあの最近の映画になるんですが、そちらの解説を今日はさせていただきたいと思います。で、ザ・ファブルという主人公は殺し屋として活動されてきた方なんですが、実際は1年間人を殺すなという指令がありまして、その時に殺さずに相手を痛めつける技を漫画で公開されていましたので、今日はそちらが実践できるのかということをご説明させていただきたいと思います。ということで最後までご視聴お願いします。はい、ということでですね、ザ・ファブルの漫画の第8話で行われていたシーンになるんですが、主人公のファブルさんがヤンキーに絡まれてぶん殴られるシーンがあるんですね。そのぶん殴られる時に殴らせるふりをして相手の拳を折った、それをできるのかどうかをあの今日は解説をさせていただきたいと思います。はい、ということでですね、で実際には拳って思った以上に簡単に折れるんです。拳のどこが折れるかってポイントなんですけど、ここではなくて結構こっちの長い骨の方があの結構簡単に折れたりするんですよ。ここは硬いんですけど、ここが衝撃でボコッと、ここがめちゃくちゃ砕かれたりするシーンが結構多いんですね。で実際プロのボクシングの世界でグローブをつけても相手の頭を叩いちゃって拳が折れてしまう。例えばこの前のアメリカの試合した京口選手とかでもの相手選手も頭引っ叩いて拳折れてもうドクターストップになったりとか、まあ、あと最近有名なフロイド・メイウェザー選手も昔の試合で頭叩いてしまって拳が折れてしまったという、そんなシーンもあります。それくらい実際には人間の頭を叩くことによって拳って実は折れてしまうんです。ですが特に頭のどこを殴らせるかっていうことによって折れるか折れないかが決まってきます。ポイントとしてはやはりここから上のこの辺の上の方が一番硬くなってるんですよ。そこを引っ叩くとやっぱりその加速スピードが交わってるのと硬い場所を叩くんで、本当に岩とかブロックを殴ってるような感じになるんで、思った以上に簡単に折れてしまいます。なので漫画でファブルさんが公開したおでこで受けて、わざと受けて相手の拳をへし折る、これは実際にはかなり技術とそのタイミング、それが必要になってくるので難しいとは思いますが、でも不可能ではないんです。はい、では早速ですね、今日はパートナーと実際に実践をしていきたいと思います。はい、で今回のその映画のシーンと漫画のシーンであったファブルさんの受け方の感じのまず説明をするんですが、では相手が右手でパンチを受けます。それに対しておでこで実際にこうよく見ながらガッツと、こっちはもらってる当てた風に見えるんですが、実際にこっちは片相手のおでこで受けてるんで相手の拳の方がダメージを負いやすい形になります。でポイントとしてはこれが投げる瞬間にグワーンってこう首が浮いたりしてしまうと威力が吸収されちゃってこっちのダメージがボロになっちゃう、こうなっちゃう、これは良くなくて、なのでしっかり首固める、でゴン、逆にそのパンチに対して止めるようなイメージくらいで受けてもらうと意外とすんなりと相手の拳、結構痛いですね。痛い。そうです。さらに今ゆっくりやってるんであれですけど、それにさらにこの勢いがつくともろカウンターになるんで、この骨とこの骨どっちがでかいかって話なんで、でもポイントとしてやっぱり折れやすいのは、これが鼻、これはこっちの鼻の方がちっちゃいじゃん、なので折れやすいとか、顎、これ脳震盪起きちゃう、多分受けてもこっちが崩されてしまうことにはなるので、確かにこの頭頂部の方でみたいに首固めてガスッと受けるとというような感じで相手にダメージを確実に負わせることができる、おは完全に拳破壊までつながることができると思います。はい、2つ目、まあ第8話の同じシーンのステーションにはなるんですが、実際にファブルさんが相手のミドルキックに合わせてもらうふりして肘を当てることによって相手の足に打撲を負わせるシーンがあったんですね。これ僕実は TikTok でも上げさせてもらってるシーンでありまして、あの実際これ僕試合でもたくさん使ってきました。あと昔逆に僕がそれで自爆したことも何回もありました。まずそもそも素人の蹴りって横から蹴らないで斜め下からこうなるシーンがすごく多くて、たまたま蹴ったのが本当に肘当たっちゃうシーンも本当にあるんです。それくらい肘って実は蹴りやすいんですね。でやっぱりこの肘ってこれ関節が曲がってる分もうすごい丈夫なんですよ。それを相手のこの足の甲で蹴ったら
それどうなのか目に見えてるでしょ。僕昔やった時はもう痛くて全然歩けなくなるぐらい僕はパンパンに腫れ上がっちゃう。本当にそれくらい相手に負傷を負わせることができるんです。しかしこれにはタイミングがすごい大事なんで、もう相手の攻撃を最初から肘で受けるよってやっちゃうと脇が開いちゃうんで逆にもらっちゃうんですよ。なので相手の攻撃が来るここまで来てギリギリのところで肘をそって出してあげると相手は躊躇なく蹴ってくる。なのでポイントとしてはギリギリまで引きつけることが一番大事です。最初から来ちゃうとあこっちのあばら簡単に折れます。ですのでギリギリから受けてピッてやってもらうと今のこのファブルさんがやってる通り相手にこっちはノーダメージで相手を負傷させることができるんです。はい、では実際にですねまたパートナーと解説をさせていただきたいと思います。はい、では実際に僕のこのお腹に対して普通に蹴ってみてください。これここでもらったらもうって感じで結構痛いです。普通にまああばらの方がもちろん弱いです。ですがこの今のこの体験なんですよ。どっちが痛いか。でもこれはあのパブルさんの言われる通り本当にあやばいやめてやめてみたいな油断させてる状態で蹴らせると相手は絶対蹴るだからこっちはいかにこれをやらないよっていうのを見せかけてたまたまこれやる。これは本当に相手がカットするプラス油断してると思ってるんで全力でうわーってやってくるんでそれに対してこの肘の焦点をこれは本当に使えるんでぜひ格闘技やられてる方もちろん護身術として使いたい方も、この技をぜひ使ってみてください。さっき言った通りこれはタイミングこれが大事。例えば僕が早く受けてしまうとわかりますね。こうなっちゃいますね。これと今回これギリギリどっちが分かりづらいかってやっぱりギリギリだともう方向転換できないんですよ。やめることができなくなっちゃうんですよ蹴るの。なので今くらいギリギリのタイミングで引きつけて相手をぜひ壊してみてください。はい、ではラスト3個目の今日は技の紹介をさせていただきたいと思います。まあ、先ほどの話の第8話の続きになるんですがそのシーンでそのパブルさんがですね実際にそのヤンキーの相手に顔を蹴られるシーンがあったんですね。でそのパブルさんは実際にそれでダメージを負いたくないんで蹴られてるふりしてわざと効かされて倒されたよってシーンを演じてるんですよ。実際にこれ僕も空手の試合でたくさん使ってきた技なんです。実際に空手の試合とかでも本当にガードが間に合わない時ってあるんですよ。例えば相手がボディからのフェイントで手が下がった時に蹴りがいいタイミングくると。でもこのままコーンってもらったら本当に今みたいに感じで簡単に気絶してしまうんですが相手の蹴りの速さのタイミングに合わせて顔をちょっとずらす、まあ、胴体がスーッとずらしてあげるだけで相手は当たったように見える。ですがこっちは本当にダメージがないんです。ですが試合でしたらもちろんこれは印象が悪くなってしまいます。試合とかやられる方はあんまりやらない方がもちろんいいんでしっかりこれでもちろんカットしていった方が確実にいいんだと思います。この棒でやってもらいます実践を。で実際にこのまま顔を受けたらこれはもう本当に衝撃吸収できないんで全然効きます。じゃあ普通にバンってこれやったらもうバンって感じになってこれ KO されちゃいますね。ではもう一回同じ、わかるな、このギリでこのギリギリで受けてそのこのまま当たったふりするんですけど多分さっきのと当たった感覚違くないですか。手応えだな。違うでしょ。このギリギリのこの避け具合によって全然これダメージないんですよ。でも今みたいな感じでちょっとずれたなって感覚になるんで相手はそんなにがっつり蹴ったなーって感じになるかって言ったらどうだろう。選手だったら当たってない、あ、効いてないなって正直わかります。上段回しの軌道って完全真横は絶対ありえなくてちょっと斜め上の軌道になるんですよ。確実にこう斜め上に向かうようなこういう軌道になるんでちょっと斜め下側にやってもらうとこうずれてくれるんですね。それがこういう軌道でずれてきてくれるんで効かなくすることは全然可能になります。まあぜひこれも護身術としてぜひやってみてください。はい、という感じで今日はですねザ・バブルの技3選のご紹介をさせていただきました。皆さん見ていただいていかがでしたでしょうか。まあそちらの内容のコメント等もぜひお待ちしておりますので、ぜひ回答のほどお願いします。まあ、僕もちょっとザ・ファブル興味持っちゃったんで実際に見に行きたいと思います。映画館でお待ちします
チャンネル登録よろしくお願いします。なんと6月21日に公開されたザ・サブル